階段アミーゴ。違うというかそういう話があるんですけども、視点が違うというか、あのこれはほんとつい最近聞かせてもらった話なんですけども、福岡のイベント会社で働く、まあ、仮にですけど、まあ、青山さんとしますけど、青山さんって方から聞かせてもらった話で、大変怪談好きなんですね、青山さん、で福岡の 4,5 年前なんですけど、福岡のイベントの打ち上げがあって、そこで知り合った女の子2人がいたと、まあ、仮に A 子 B 子としますけど、対照的なんですよね。 A 子さんすごく明るいんです。で B 子さんはおとなしい方で、話聞くと、まあ、関東の大学に2人で一緒に通ってて、そこからの仲だって言うんですよ。で今は福岡で働いてる、でこの打ち上げで知り合った青山さんは、で青山さん怪談好きなんで、もう飲みの場ですよ、打ち上げの場で、怖い体験とかないって聞いたらしいです、2人に。すると A 子さんが、あっつって、1個だけ体験あってつって、 B 子もいたんですけどって言って話し始めたんですよ。その話というのが、まだ大学生時代なんですよね。 A 子さん、男の友達3人から深夜にドライブ誘われたんですって。あ、楽しそう、行くって、もう一人呼んでいいって言って、このおとなしい B 子さんを連れてきたと。まあ5人で行くことになった。でどこ行こうかなってなった結果、最終的に心霊スポットのトンネルに行こうってなったんですよ。で B 子さんちょっと嫌な顔してるんですよ。でも B 子さん以外の4人はもうテンション上がってるんですよ、行こうってなって、でそのまま心霊スポットのトンネルに向かっていくんですね。で後部座席に、窓際に A 子さんで、真ん中に B 子さんで、こっち側に男友達が座ってる、そういう感じだったんですけど、本当トンネルに着く前に真ん中に座ってる B 子さんが寝ちゃったって言うんですね。 A 子さんそれ見て、ああと思って、まあでも大学のレポートとかで疲れてたから、まあ無理に起こすのはやめようって、このまま4人で楽しもうみたいな感じでトンネルに向かった、着いたんですよね。真っ暗なトンネルなんですけど、車で普通に中に入れるんですよ。でそのまま進んでいって中央のところで車止めた。ですごくベタなことをしたんです。エンジン切って真っ暗にしてからクラクション3回鳴らすってやつをやろうとしたんですよ。ただいざトンネルの中央で車止めてエンジン切った瞬間、急激に真っ暗になって、そして音がない、無音なんですね。怖いって思ったんです。想像してたより怖いと思って、この中でクラクション鳴らせないって思ったんです。だからもうすぐにエンジンつけて明るくしようってエンジンつけたら、もう窓中に手形がバーってあったらしいんですよ。本当にすごくベタな体験というか、もうよく聞く、でも本当にそういう体験するんだっていう体験をしたんです、この人たちは。でそのままトンネルを抜け出て、でも悲鳴上げながら U ターンして、またトンネル通ってコンビニの駐車場止めた、で B 子さんを起こして、今こんなことがあったって言って、でこの手形拭かなきゃと思ったら、この手形が全て内側からつけられてたっていうんですよね、全部なんですよ。で本当に気持ち悪いってなって、 B 子さんも早く帰ろうって言って帰ってきたんですっていう話をされたそうなんですね。青山さんそれ聞いて、めちゃくちゃ怖いですねって、よく聞く体験かと思いきや、本当にそういう体験するんだと思ったし、でも全部内側とか初めて聞いたみたいな感じでテンション上がったんですよ。でそのまま盛り上がって、 A 子さんちょっと離れたんです、席を。で青山さん B 子さんと二人きりになった。そしたらいくつか会話というか、まあ内容なんか話題変わったらしいんですけど、急にこのおとなしい B 子さんが、さっき A 子が怖い話喋ってましたよねって言うんです。はい、すごくいい話でした、あれ私の視点からは違うんですって言うんですね。ほう、私昔から勘が鋭い方というか、それ霊感があるっておっしゃるんですね。あの日私はドライブ誘われてすごく嬉しかったと。でも場所が心霊スポットって決まってすごく嫌になったらしいんですね。でも周りが楽しみにしてるから行くのやめようって言えない雰囲気だった。私も付き合おうと思った。で途中寝たって言いましたけど、私決して疲れなんかじゃないんですと。急激に眠くなったんです。抗いのない眠気が襲ってきて、私寝ちゃったんです。でこの後 A 子は私をコンビニの駐車場で起こしたって言いましたけど、私実は1回起きてるんですよねって言うんです。
すごく眠くなって寝ちゃったけど、途中 B 子さん起きた。ただあれと思ったんですよ。真っ暗なんですって、車の中にいるのにと思って、え、なんで真っ暗なんだみんなはと思ったら、バタ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 音がするんですね。え、と思ったら目がちょっと慣れてぼんやり見えたらしいんですけど、自分以外の4人がひたすら窓ガラスに手形をバタ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 つけてたっていうんですよ。で、えー、と思った時にまた眠くなって気失っちゃったんです。で、その後起こされて、今こんなことがあった、全部手形が内側にあるって聞いて、何言ってんの自分たちでやったのにと思ったけど、その記憶はまるでないっていうんです。あの手形って全部自分たちでやってたんですよね、でも本人たちは気づいてないし記憶にないんです、私の視点からあの話そういう話なんですって話聞いたそうですね。怖っ。いやもうそれあれですよね、本当に記憶ない、その、うん、としたらもう完全に取り憑かれてる状態ですよね。エンジンを消してつけるまでの間が多分思った以上に長いんですよね、うん、きっと、うん、はいはいはい、何かが起きるとか何かをされるならまだしも、何かをしてしまってるっていう声ですよね。でもこの話聞いた人はあれじゃない、ちょっと新スポ行ってみたいなと思って行ったところで、内側に手形ついてる体験したら一度自分の手形と合わせてみたい、ぴったり合った瞬間にもう、嫌なこと言うな。なんだそれ。